もと軍の編成の違いだが、ここまで機能不全に陥るといくら模擬戦とはいえこれはまずい。俺たちの軍はまるで連携が取れていない。わらわが参ったぞ。押されておるのか。父上は心配なのじゃ。彼女は光秀殿の娘。父親と一緒ならうまく連携が取れるはずだ。光秀殿のもとに向かってもらえますか。ご案内します。おう、了解なのじゃ。道中の敵はわらわに任せよ。ここで華麗に忍びが登場。合流なんてさせませんぜ。黙って行かせてはくれぬか。父上のため押し通るのじゃ。早期の将兵とは勝手が違うわ。せっかくの増援もこのままじゃ無駄になる。力を発揮できる相手のもとへ誘導すべきなのだ。俺が叶う相手じゃねえか。父上、やっと会えたのじゃ。増援とはあなたでしたか。娘とならうまく足並みを揃えられるでしょう。光秀殿の部隊はこれで大丈夫だ。さあ次は関雲長、伝令として参った。随分劣勢のようだな。関殿が来てくれたか。うまくやれば花崗殿殿を焚きつけられるかもしれない。関殿、花崗殿殿が苦戦しているようです。案内しますので加勢してもらえますか。うん、承知した。敵を掃討する。進みましょう。こうも思い通りにならんとはな。少し仕置きが必要か。本西軍の面々は手間取ってるようじゃねえ。それじゃあ我ら武田には手も足も出んよ。軍神関羽殿か。仲間と合流されては厄介だ。この雪村がお相手いたす。よかろう、お主の槍、拙者の刃で打ち砕かん。さあ、かき乱してやろう。わしこそ、天下無双の血者だぞ。花崗殿、助太刀に参った。押されていると聞いたが。余計なことを吹き込んだ奴がいるものだな。貴様の手など借りぬ。そこで見ていろ。この技からは逃れられん。花崗殿殿の目の色が変わった。きっとこれで何とかなるだろう。おいおい、すっかり包囲されてるな。武田軍相手じゃ分が悪いか。最後は芝生殿か。多重殿のもとへ案内するのがいいだろうな。芝生殿、多重殿の部隊に助成してもらえますか。俺たちが案内します。ああ、分かったぜ。多重なら一緒にいても気が楽だ。敵の増援か。親方様のためにも通すわけにはいかない。そうなるの。めんどくせえけどやるしかないか。やあ果樹、援軍に来てやったぜ。師匠、俺を笑いに来たのか。貴様、一
たからには手を貸す。二人は噴霧の友、息ぴったりにうまく動いてくれるだろう。信玄公、遅くなり申し訳ない。ここからは我ら徳川軍が助勢いたそう。わしらも行くとするかね。本番はここからじゃよ。総員、ひるまず敵の援軍を迎え撃ちなさい。敵の包囲は俺が蹴散らす。総員、中央を守りきれ。はい、承知しました。今さら敵の増援と。体勢は塔に立て直した。迎撃しろ。勢いは俺たちにあります。このまま信玄殿と家康殿を倒しましょう。この力で皆を守りきる。いざ尋常に勝負。真田の忍びとしてここは負けられない。ドロン、俺に任せよ。影の遠兵剣山。よっ、待ってました。さすがは半蔵の旦那。娘をこれ以上危険な目に遭わせたくないですね。私が前に出ます。応答する。しゃー、進みましょう。いつも以上に気合が入っておる。かっこいいのじゃ。こそくな手を使いよるわ。この身をもって叩き取りでとならん。この戦場、俺が貧困に飲み込んでやる。この過去を現状を抜かせると思うな。さすがは加工と見事な覇気。俺に任せ。クズどもが。ごめんなさい、突破させてもらいます。家康様を守らないといけないので。敵に切り込む。そのまま敵を引きつけろ。各部隊、孤立せぬよう注意するのだ。これでいいよ。多重に任せとけば心配いらねえな。俺は適当にやるか。本来平八、止められまいぞ。この地を逃すわけにはいきません。諸突です。欲しいのだよ。光秀殿、模擬戦とはいえ一切手は抜かぬ。さあ我に挑め。お互い娘が見ている前での戦いです。私も譲るわけにはいきません。任務を完遂できないなんてダメだ。ダメすぎる。皆様に手出しはさせません。この状態のナオトラが相手なんてな、まるで手が抜けねえぜ。本田平八郎を戦つ、押して参る。すみません、倒させてください。私ごときの叶う相手じゃなかったです。拙者も参ろう。やってみましょう。
しろ。深く。四条たち援軍を誘導したのはお前か。おかげでうまく回っている。いえ、俺は少し手伝いをしただけです。皆が実力を出し切れて。さて、どう攻めちゃおうかね。しくじっちゃいました。連携が取れなければ取れるようにすればいい。模擬戦だけど多くのことが学べたな。俺は相変わらず何もできなかったが、皆の絆で勝ち取った勝利、そう言っていいだろう。上昇は謙虚なのじゃ。そなたのおかげで勝てた。わらわはそう思うぞ。